俺の名前は拓也。物心ついた頃から父親が他界していて、母親と二人暮らしだった。拓ちゃん、夫婦しておいたからね。これで暑くないわよ。ありがとう、お母さん。父の生命保険とパートでやりくりしてる母親に俺は感謝しながらすくすくと育っていった。大学生になり一人暮らしを始めても母の献身さは衰えなかった。もうすぐご飯できるからね。はーい。一人暮らしをしている俺のところへ頻繁に食事を作りに来てくれたり、毎週のように俺を心配する手紙を書いてくれた。どこの親もこんなものなのかな。疑問を抱きつつも俺は母親の愛情を真正面から受け続けた。大学の卒業も近づき、俺は母親と就活のための履歴書を作り始めた。うんうん、綺麗な字で素敵ね。ここの漢字のここはしっかり跳ねて、ここは止めてね。オッケー、さすが母さん。一人で仕事もこなしつつ俺のことも気にかけてくれる母はかけがえのない世界一の母だと感じている。母のすごいところはそれだけではない。面接当日のことだ。それではなぜ弊社を…で、あの、その方は…ええ、気にしないでください。母です。いや、気になります。母は俺のことを心配して面接までついてきてくれたのだ。どうします?落としますか?いや、人手不足ではあるし、それに彼、学歴も優秀だ。一応通しておこう。わかりました。どうやら俺の熱意が伝わったようで、俺は採用となった。やったわね。これであなたも社会人よ。やっぱりお母さんの子ね。でも無理しちゃダメだからね。世の中にはブラック企業とかいっぱいあるんだから。うん、ありがとう。そして会社に勤務するようになってから数週間が経っただいぶ仕事も慣れてきたな。もう18時か。うちの会社の定時は18時とされている。だから俺は帰ることにした。お疲れした。あ、ちょ、君、もうすぐプロジェクトの期日なんだ。今日は少しばかり残ってもらえないか。え、無理ですよ。何かあるのか。門限あるんで。君、本気で言ってるのか。うちの門限は19時。会社から家まで少し距離もあるため、定時には退勤する必要があった。おい、君はもう社会人だろ。門限なんてあるわけないじゃないか。いや、あるんですよ。それに定時に社員は帰るもんでしょ。時と場合による。それにちゃんと残業代は出すから、そこは譲歩してもらわないと。お腹減るんで無理です。じゃあ。ちょ、待て。こうして俺は自身の権利をしっかりと主張し退勤した。そして俺は母にそのことについて説明した。それはね、拓也、ブラック企業よ。そんなところに居続けたら心が壊れてしまうわ。うん、早く辞めた方がいいわ。せっかく内定をもらったのに、それはちょっと。いいのよ、私がやっておくから、母さんに任せて。そして次の日、母は会社に退職の電話を入れてくれた。ですから、もう息子は辞めさせてもらいます。そんな急に。辞めるのも労働者の権利です。ではさようなら。母さんはすげえな。決断力があり、誰よりも俺を優先してくれる母を俺は心から尊敬していた。それから俺はバイトで食いつないでいき、悠々自適なフリーターライフを満喫していた。ただいま。いや、今日も頑張ったぜ。おかえり、拓也。あなたに手紙が届いてるわ。手紙？どこから？中学校の同窓会だって。へえ、久しぶりだし行ってみるかな。そして俺は同窓会へ繰り出した。ただ俺の想像以上に周囲は飛び抜けたことをしていた。俺さ、最近プロジェクトリーダーを任されてさ、もう忙しくて参っちゃうよね。なんだよお前、まだ雇われてるのか。時代は起業だぞ。すごい、二人ともかっこいい。みんなすごいんだな。すると同級生のアヤが俺に近づいてきた。ねえ、拓也君は何の仕事をしてるの。そうだな、 IT 系かな。もうすぐ係長になるかもね。
フリーターだなんて言えるはずもなく、ありえない見栄を張った。すごいじゃん。じゃあ稼いでるんじゃない？そこそこに。じゃあ今度デート行こうよ。美味しいところを連れてって。どうやら俺は有料物件と勘違いされたようで、そんな風に言い寄られてしまった。そして連絡先を交換した俺とアヤは後日デートへ赴いた。ねえねえ、タクヤくんって普段休みの日何してるの？そうだな、買い物かな。母さんと。お母さんと仲いいんだ。母さんったらいい年してまだアイスクリームとか好きだから、たくさんの種類を買って交互に食べ合ったりするんだ。お互いに別々の味とか楽しめるから楽しいしね。この間なんか母さん早く食べ過ぎちゃって頭キーンってなっててさ、ウケるよな。そうだね。めっちゃどうでもいいし。何、もしかしてマザコン？そして俺は母へ電話をかけた。あれ、誰かに電話？母さんに。一応家出てからしばらく経つし、ちゃんと連絡入れないとね。へー。もしもし母さん、俺は今昔の同級生のあやちゃんとショッピングモールにいるよ。あら素敵ね。私も混ざりたいわ。あやちゃんにもご挨拶したいしね。あの人だ、絶対あの人がお母さんだ。あのお母さんですよね、たくやくんの。あらやだ、偶然ね。あなたがあやちゃんね。なんだ、母さんも来てたのか。ちょうどよかった。何が？ちょうど3人で出かけたら楽しいって思ってたんだ。素敵ね。私ちょうど服とか見たかったの。何これ、地獄。そしてせっかくなのでアヤに家に来てもらった。今日はもう遅いから泊まってらっしゃい。いやいやいや、それは悪いですって。悪すぎますって。遠慮することないよ。そうよ、これから親密になるならこれくらい普通よ。どうする拓也、今日もお母さんとお風呂は一緒に入る？もち。歯磨いてもらってる。風呂まで一緒って言ったよね。聞き間違いじゃないよね？ごめん、ずっと言うの我慢してたけど言うわ。あんたひどいマザコンよ。いくらなんでも気持ち悪いわ。はあ？何言ってるんだ。母親とこれくらいは普通だろ。俺はマザコンじゃない。タクヤ、あまり動かないで。もう少しで大きいの取れるから。ああ、ごめん。耳かきされてる20代の男に言われたくないわ。アヤはそれから荷物をまとめ家を出た。もう二度と会わないから。ああ、時間無駄にしたわ。いいよ、もう来なくて。人をマザコン呼ばわりしやがって。あの、待ってくれない？アヤさん、この子はとてもいい子なの。母親思いで優しい子なの。どうか一緒になってやってくれない？あんまり女の子との出会いもないみたいで。お母さん。母さん。あや、ごめん、俺の方も言い過ぎた。これから少しずつお互いのことを。いや、無理なもんは無理です。俺の人生初のデートは最悪の結果で終わった。ごめんね母さん。いい奥さんもらって介護要員にするはずだったのに。いいのよ、介護はあなただけで十分。拓也以外に触ってほしくないしね。だよね。俺の計画は失敗に終わった。だけれど母さんとの絆を俺は確認し合うことができた。それからかなりの時が流れた。ほら母さん、おかゆだよ。あーん。母の体と脳機能は激しく低下し、俺の世話なしで生きていけなくなった。だが現実は残酷だった。誰よあんた、こんなもの食べさせて毒を入れたんでしょう。そうはいかないよ。私はタクヤが作ったもの以外口にしたくないね。母さん、タクヤだよ。忘れちゃったの？ほら俺の頭だよ。昔みたいに撫でてよ。いつもこんな風にやってたじゃないか。撫でる？なんであんたみたいな知らない子の頭を撫でなきゃいけないんだい。気持ち悪いね。どこか行ってくれないかい。知らない子、気持ち悪い。そっか、知らない子か。そうだよね、ごめんね。そこにいたのは俺の知っている母じゃなかった。母さんだと思ってたんだけど違ったみたいだね。こんなの母さんじゃない。俺の知ってる母さんは
もっと優しいんだ。だから、あんたなんて俺は知らない。